現場じゃなくてもどこでも笑ってますね、マジで。やっぱ満島さんとかみたいな太陽みたいな人が現場にいると自然と元気もらえますね。最近潮航日剧《First Love》初恋昨天公开幕后花絮，男主角佐藤健大赞女主角满岛光是片场开心果。演员们也分享了拍戏趣事。実際の場所で基地に行って自衛隊の方にも協力していただいて撮影させていただきました。まあただやっぱ所作とかセリフとかは難しかったです。なかなか経験できないことをでもさせてもらったなと思ってます。穿插不同年纪所发生的故事，满岛光在剧中结婚又失婚，最后和学生时代的初恋重逢，靠不同造型演绎各个时期，而他最重视眼神的变化。最初の子育て時代はこう下ろして、こう可愛く髪の毛ゆったりとか、若い20代の時は。ちょっとした目線でも人に対する目つきが強い方がいいなとか。满岛光表示印象最深刻的是扮空姐。羽田空港の一部を300、400人入れて普通の空港の光景を作ったのはちょっとわあ。これ全部撮影隊なんだよなと思いながら。饰演学生时期的演员木户大圣、八木莉可子透露如何演出和成年版角色一致的技巧。満島ひかりさんと同じ役を演じさせていただくので、監督に一つ言われたことで手の使い方を意識してほしい、細部に同じ人っていうのが出るから。でひかりさんってすごく丁寧にものを持たれるんですね。小指がちょっとこう浮いてたりするんですけど、感情のままに動く少年なので、頭でいろいろ考えすぎずっていうところは自分の中で意識して、もうその目の前に広がってるものとか表情だったりとかっていうものに反応していこうっていうふうに意識しました。まっすぐな人をストレートに演じるのって簡単そうで難しいなっていうふうに思いました。タバコを吸うシーンっていうのがたけるさんも僕もあって、たけるさんがどんなふうにタバコ吸うんだろうっていうその春道として2、3回私が教えることなんかないから、自分が好きになれるお芝居の仕方って私だったらこうだなみたいな話とか1回じゃ足りない。